どうも、岡野ゼミである。何回か忘れちゃったんですけど、まあ、何卒よろしく。なんか大阪都構想の、ことばっかり、述べて疲れてしまったんですけど、もうやれやれですよ。何でしたっけ。岡野ゼミナールの YouTube、Facebook、Twitter、Instagram のフォローとね、チャンネル登録よろしければどうぞということで、何でしたかね。あとも、Time is money、 時は金なりと言いますが、速度をね、1.5 倍とか 1.75 倍にして早めて、で字幕をこうつけると、15分番組がね8分とか9分ぐらいで済むと思いますので、まあ、そういうふうに時間を短縮していただけたらなと思っております。もうね、大阪都構想のことはもう批判しすぎて、やれ疲れた。なんで日本のね、もう保守の人たちはね、もうね、もうやっぱピュアなんですかね。ピュアピュアリンなんですかね。ピュアピュアウィンなんですかね。やれやれよ。ピュアピュア。すげえ曲書いたもんだな、松田聖子さんにね。まあでもなんていうんですかね。もう本当にピュアすぎてどうしたもんかなと。呆れ返ってるんですけどね。まあ菅官房長官、学術会議でなんかその6人ぐらい親中派の人をパージしたから、菅官房長官素晴らしいって星野さんもね、あの大はしゃぎしてるのを見ると、なんかこう、これダメだわみたいな気分になってきますね。なんていうんですかね、その菅官房長官は2019年の5月に、ポンペオさんとペンス副大統領と会ってるんですね。でポンペオさんとペンスさんの間に空白のタイムスケジュールがあって、ここでまあ国際金融資本家の代理人と会ってるんじゃないかっていうのが、林千佳さんを中心にですね、まあ、我々ももうなんか、まあコネ・フミマロさん、トーマス、なんて言うんでしたっけな、ラモーでしたっけ、そこら辺と会って、でコネ・フミマロが国際金融資本家に会ったんだわーみたいな感じで新聞社に喋って、春も何だったっけな、その時の 大統領が何だったっけな、ルーズベルトかな、フランクリン・ルーズベルトも何にも決定できないんだよみたいなことを、ウェーみたいな感じで喋ってたようですから、まあ、85年前と日本は何も変わってないですし、でむしろ GHQ によってそういったユダヤ人とかですね、そういったものを紛争されてなかった分ですね、スタンダード石油だったりとかですね、ロスチャイルドのこととか、殺寸財閥だったりとか、そういう、まあ会話をね、一般の人たちもされてたようなので、もう戦前の方がはるかにマシであると。つまりその菅官房長官はその2019年の5月の時点で、まあ専門家によればもうほぼ、次の総理大臣は決まっていたと解釈できます。で安倍晋三さんとかですね、麻生さんも血筋的に、あ、菅があったってことはもうこういうことだとっていう形で解釈してた
はずでございます。ということを、まあ、裏返す、類推しますと、今回のその147日働いて、なんていうんですかね、大腸炎なんとやらで辞めるっていう筋書きシナリオも書いてる人がですね、いたのかもしれないんですよ。で、なぜ今菅官房長官がチャイナの人たちをこうパージするような形の方向をやってるかといったら、今年の7月に出た CSIS のシンクタンクですね。こちらの今回のシンクタンクはジャパンハンドラー系のね、アミテージだったりとか、アミテージとかジョセフ・ナイだったりとか、あともじゃ何だったかな、まあいるんですけどね、そこら辺のラインではなくて、もう FBI とか、CIA とか、あと NSC とかですかね、そこら辺のシンクタンク、国務省系のシンクタンクも一緒に絡んでやってるので、トランプさんが調査させたようなレポートという形になってるんですね。これはまあ馬淵睦夫先生がおっしゃってるんですけど、ということはトランプさんの肝入りの、レポートになってると。ということは菅官房長官がですね、日本学術会議の中にファーウェイの幹部がいたと、これをパージさせたっていうのは、実は、去年の2019年5月に国際金融資本家の代理人と会って、菅官房長官英語喋れないんですよ。だからもうかなり英語で指令したのを日本語に変える秘書とかがいないと仕事ができない状態になってますけど、今回その CSIS レポート通り、その親中派の人をパージしてみせたということは、私はアメリカの属国で、アメリカのテリトリーの首相ですよっていうのを見せただけなんですよ。ということは CSIS のレポートの枠組みの中で行動しただけなんです。これが分からないとダメなんですけれども、ただその、まあ、林千佳さん風に述べますね。まず戦争に1945年負けて、1952年サンフランシスコ講和条約ですね、これのまあおよそ6年何ヶ月、7年弱の間に、要は GHQ がですね、20万人の拘束追放をして、で、内務省を壊して、内務省がこう全ての省をこう全体を触れる形だったのを縦割りにしたんですよ。ね、つまり今回そのコロナで日本人が動けなかったのは、実は GHQ の嫌がらせの一環でもあったわけですね。つまりもう日本で、さらに日銀だったりとか、大蔵省ですね、大蔵省はもう池田隼人さんですよ。こちらはドッジラインといってジョセフ・ドッジと、確かボストンとかに行ってですね、まあお金の仕組み、おそらく池田隼人さんは、まあ、かなりトップの方と会ってるはずですよ、ね、つまりですね、日本もですね FRB の日本支店に変わっただけなんですよ。言ってること分かりますかね。ということは、日本っていうのはずっとアメリカの属国であって、それが実は林千佳さん風に言う縦串なんですね。縦串がザクッとか刺さってるんで、まず身動きが取れる。でもまあこうやって動けるんですよ。縦でザブッと刺さってるからこう動けると。でそこにですね、社会党とかそういったところっていうのが、自民党が決闘できたのが CIA がお金出してるんですよ。ね、ということは、CIA の前は OSS なので、ロックフェラー系ですよね。まあ、ロックフェラー系って当時のやつはもう全部、ロックフェラーもロスラルもこう一緒に頑張ってましたから、なのでそこが CIA で自民党を作らせた。で自民党のところに KGB ですね、
この社会党っていうのが、要は KGB が金出してるんですよ。ソ連邦ですね。でソ連は誰が作ったのかって、1917年に、ボルシェビキ革命をしてロマノフ朝ニコライ2世をパージしてできた国なんですね。これで分かりますよね。分かりますね。ということで、もう55年体制もですね、与党も野党も同じところが金出してるんですよ。で日本共産党もコミンテルン日本支部ですから同じところが金出してるんです。で中選挙区が終わって小選挙区になると創価学会ですね、全国に小選挙区になると全国に教団を持っているところがやると下駄を履かせる、2万票から2万5000票の下駄を履かせるということで、小選挙区リクルート事件が終わってからのディープステートは創価学会に変わってるんです。これを分かってない人がほとんどなんですね。ということで、横串っていうのが今はソ連ではなくて、ソ連が初めの横串だったんですよ。それが1972年のキッシンジャーと周恩来会見が終わった後に、で1990年ぐらいからチャイナがどんどんどん力をつけていったので、スパイ防止法もない、憲法9条2項とか公選権もない状態ですので、ディグニティがない状態なので、もうチャイナとか北朝鮮とかもハニートラップとかマネートラップでしまくってるわけですよ。で自民党の人たちっていうのはもうほとんど下半身だったりとかお金だったりとか、あとはその国会議員になるとですね、大体 2,3 千万ぐらいもらえるんですよ。でプラス秘書を雇える、でさらに月々100万円何も書かなくても経費で落とせると、こういったものがあるんですよ。だから1年5、6000万ぐらいお金が動かせるんですね。で落ちたらただの人なんですよ、ね、ということはもうね、一度国会議員になったらもう国会議員辞めたくなくなっちゃうんですよ。言ってること分かりますか。なので公明党の2万票から2万5000票ぐらいがの下駄を履かないと、これは確か2004年の毎日新聞に載ってた記事なんですけれども、2003年の小泉政権の時ですね、公明党創価学会が下駄を履かせないと 100議席ぐらいの人たちが落選するって書いてあるんですよ。確か当時は80か90ぐらいだったと思うんですけど、今はもう100議席超えてるはずなんですよ。ということは自民党の衆議院とかとかとおよそ半分ぐらいの人たちが公明党の2万票から2万5000票を野党とかに渡されると負けてしまうんです。なので CSIS レポートでは、外務省のチャイナスクールと公明党と創価学会はチャイナの、スパイであると書かれてたんですけど、今では抜けないわけですよ。この横串っていうのが創価学会と実は中国共産党なんですよ。中華人民共和国なんですよ。この横串を全部抜いちゃダメだけど、ある程度抜いてもいいですよっていうことを CSIS レポートで今回書いてくれたので、菅官房長官が動いてるんですよ。言ってること分かりますか。言ってること分かりますよね。ということはトランプの後ろにいるロスチャイルド系の人たちから、横串は抜いてもいいよと、その代わり東京裁判士官は、抜いちゃダメよっていうぐらいのラインなんですよ。これが分かんないと意味が分からないわけですよ。でこの大阪都構想ですよ。で大阪都構想の、政策顧問が竹中平蔵ですよ。で小泉政権の時の総務大臣を務めたのが竹中平蔵ですよ。で竹中平蔵の下で働いてたのが副大臣の菅官房長官だ、今の菅総理ですよ。ということは菅総理っていうのは国際金融資本家の愚屈なわけですよ。で今回大阪都構想が通ったとしたら、竹中平蔵のいわゆる国際金融資本家の代理人のまたランクが上がるはずですよ。あ、これ使えるやつだと。で今回仮に大阪都構想を
止めることができたら竹中平蔵の力が弱まると思いますよ。大阪都構想を止めれるのか止めれないかでこれから日本がどうなるのかが決まってしまうんですね。小生をね問いたいですね。また騙されるんですかって、つまり小泉政権の時は小泉さんがトップだったと、ね、で今回は大阪維新の会日本維新の会なんで橋本徹なんですね。橋本徹の愚屈が松井市長と吉村君なわけですよ。ということは橋本徹君の後ろには竹中平蔵がいるんですよ。小泉純一郎の後ろには竹中平蔵がいるわけですよ。あとはデイビッド・アトキンソンもいるわけですよ。ゴールドマン・サックスで勤めててケンブリッジ卒業のもう国際金融資本家の工作員と言われかねないような学校に出て就職した人がズドッといると。で憲法9条の2項をやめるのではなく3項を付け加えるとかっていうのは創価学会がやらせてるんですけれども、実はデイビッド・アトキンソンも同じ意見なんですよ。言ってること分かりますか？つまり見せ方が違うだけで後ろで動かしてるピクサーは一緒なんですよ。これが分からないとその今起きてることが分からないんですよ。菅官房長官はチャイナをパージしたから偉いってなくて、チャイナをここまでだったら落としてもいいですよっていうルールの範囲内で菅官房長官がやってるだけなんですよ。これが見えてないと今起きてることがわからないわからないんですよ。ですからもう本当にね、大阪維新の会、日本維新の会は保守だとか、菅官房長官はチャイナをパージしたから保守だとか、もうエセ保守もいい加減にしてくれよと。もうなんかね、多分ね、あんたたちね、ブラックリスト載ってるよって。あ、こいつらまた騙されるぞって、ね。見せ方と何とかしたらこうやったら騙されますよって。もうブラックリストに載ってるはずですよ。だから、何をしてる、安倍晋三さんもなぜ消費税を2回増税してしまったりね。働き方改革をしてしまったりとかそういうことをさせられてしまったのかって言ったら我々がバカだからですよ。で国際金融資本家とか東京裁判士官を逸脱したようなことをやると選挙に落ちてしまうんですよ。その知識がないと今の国会議員はそこまでしか動けないんですよ。もう本当にね、情けない。まあいいぜ、やれやれよ、やれやれやれよ。また会いましょうぜ。やれやれ。